ていきたいと思います。28歳アメリカだ。アメリカって感じ。ものすごくうまい。やべえ、今アメリカの基地の中にいるよ。神谷のおかげなんだよ。神谷が片言の英語で This is very famous YouTuber って言って入れてくれた。この体育館全部ジム。やばくね。見て、前の車があんなに小さく見えるんだ。企画外だろ。でかすぎだろ。ここはアメリカの基地の中に入れた。特殊なルートを使って基地の中のジム使えんの。だから今からジムするんだよ。で、今回基地の中エスコートしてくれた方を紹介するね。はい、はい、翔也くん。おー、いけてる。でかいんだよ。でかい。こんな感じなのに純沖縄人ってやばくない？そうそうそう、サーフじゃないの。やばいわ、英語ペラペラなんだ。まあまあ、すごい。ペラペラです。彼はペラペラです。韓国ペラペラ？はい。韓国語も英語も喋れるの？はい、そうっす。すごいわ。頭いいね。はい。じゃあもうモテるでしょ。まあまあすかね。じゃあ中入っていくか。うわ、広くねえ、ジム。うわ、ロッカールーム広くね。トレーニング前の準備していくわ。はい。まず、ペバーカード。ああ、来た。アメリカで買ってる。お、覚えてるわ。俺はまだ筋トレに目覚めていなかった。何飲んでんだこの人はと思っていた。今じゃ分かるでしょ、こいつの大切さが。いただきます。はい、今日基地の中ってなるとやっぱテンション上がるっすね。アメリカ来た感じしません？周りみんな外人だし。お、出た。アンビックの EA が新しいエナジードリンク。マジで？マジでうまい。本当にゴルファミン C の味がする。エナジードリンクって出してるとこないっすよね、多分。はいはいはい。しかも、マスカット味とレモン味とエナジードリンク味。うわ、全部贅沢。味がね、豊富なんですよ。最高じゃん。これだって、アンビークで比較があったよ。今日は、アスリスタさんのパーク。今日はどこの部位を使えるんですか？胸の部位だから、これは、今日は、あ、ないかい。ワンチャン手首痛くなるかもしれないから。ああ、で、ロックオン寺田さんにご教授いただいた右サポーターを今日も受けていくわ。俺もそろそろやらないとな。でも筋トレ始めて1ヶ月な。ハルス君のトレーニングやっててよかったと思ってます。本当に？うわ、なんかそれつけるとやっぱスイッチ入るっすね。あ、スイッチが入ったぞ。おお、開いてる。じゃあ中入っていくわ。うわ、広いわ、すごい。うわ、広くね。広い。やばいね。今日めちゃくちゃ人多いわ。多い。やばいね。あ、ゲス。じゃあまた後で。ありがとう。いや、開けない。ディテールいるし、しかもいろんなマシンあるね。インクラインマシン。鏡かと思ったら、あ、違う。じゃあまずアップからやっていくわ。はい、今日は胸の上部を鍛えていく。アップ何キロですかそれ？60。アップ60っておかしいだろ。次何キロですか？次100。次 100？ まあ正式には101キロとか。そうだね。アップ。おお、強いね、やっぱり。次はね、120。おお、正確に言うと 122.5 キロ。1、びっくりしたぐらい重さ。これ1行くね。いや、でもだいぶ強いですね。最近ベンチなんてやってなかったっすから。やってない。全部マシンやってたから。徐々に上げていきましょう。何キロですか？150。うわぁ、ついてるもん。55ぐらい。5ぐらいあるよね。走るかもしれないから助けてくれます。すぐ死んだら補助行きます。生きてこそ。そこでキープっすよ。怖いわ。死んだね。死す。どこ行くんですか？外。外にフィットエリアがある。外にもあるんですか、こんな広いのに。やっぱ筋トレ文化がやばくない？すごい。お、やってんね。やってるね。おお、やってるやってる。軽く軽くトライアウトします。え、本当だ。
すげえ。何ここ、猛者の人たちしかできないとか。こんな感じからまたジムに戻る。おお、ああ。何ですか？次このメニューやるわ。ディップス？おお、した。これさ、動かして味を見せる。なんかおかしいって。なんかマトリョーシカみたいになってる。おお、上がった。すげえ。なんかこの動きが面白い。操縦席に座ってるのにマシンには慣れてんだよ。フリーウェイトだね。確かに課題は次ダンベルフライ。全然開かないわ。一生開かないぞ。おい、一生開かねえじゃねえかよこれ。だってもう誰か開いてたらすぐ入ってきてるもう後ろです。見てこの混み具合、スタンバってるもんね。営業ってみんなトレーニングするんだね。するね、やっぱり。パルク今ちょうど蹴られてるわ。あそこにいたらね。ルークさんだって。ルーク。かっこよくない？オッケー。めっちゃムキムキだわ。マッソ。うわ、タトゥーが見合ってる。これぐらいの頻度でジム行くの。収録できてんだって。俺と同じだ。どんなサプリメント飲んでるの？クリエイティンって言ってなんか。クレアチン。クレアチン。クレアチン。あ、クレアチン。水が。プレワークアウトとかなんか。プロテイン。ぐらいだけだし。強くね？強い。No No No。No steroid? No, I can't. We're not allowed to take that, you know. Maybe you're allowed, maybe. You're allowed, maybe. あ、そうなんだ。軍人って厳しいんだね。え、じゃあ、ここにでかいんだってみんなナチュラルなの？そうそう。強い。今、5、6年ぐらい。ああ。5、6年でこの体？え、今、お年はいくつ？ああ、22歳。え？渋い。25? Are you 25? Yeah, yeah.3マイル走って懸垂21回、最低やばプランク3分。すげえ。どこ出身？カナダの。へえ。マサチューセッチ。どれぐらい？6月に来たばかりだし。あ、本当？ありがとう。Thank you.Thank you so much. Bye bye. Bye bye. やっと開いたわ。絶対開かなかった。もう筋肉も冷めきってる。他の種目やろうと思ってもそれも開いてなかったもんね。これ何キロですか？60キロ。さあ、って持ってくれるかな？135ポンド。楽勝っす。何が起きたんすか今。肩が痛い。頑張れ。ちょっとやるぞ。おお。君ならやれる。なんかスーパーマンみたいになってる。左肩手術してていけんの？シュワーンってなってて。次は何ですか？テックぐらい出たー。フルサック133キロ。おお。君ならやれる。
アメリカに行くためにハルク君はしっかり今もアメリカの地で頑張っております。見てくださいこの表情、素晴らしすぎる表情、誰にも真似できないこの表情。あと1回いけ、いってる、いったー、すげえ。今から基地の中のスーパーマーケットに行くんだけど、そこのサプリメントコースがやばいらしい。もうジムの格好のまま来てるもんね。楽しみじゃね。やっぱ基地の中だから日本文化が入ってきてますね。スーパー一つ一つだ。うわでも人いな、アメリカだ、アメリカって感じ。フレワークアウトあるって、俺なくなったから買おう。そうだよ、フレワークアウトなくなった。なんかロスで行ったあのサプリ屋さんみたいな感じだ ね。普通のスーパーでこんだけ売ってんだ。クレアチンでかっ、エネルギーって書いてある。一瞬でチャージする、ウィーダードリンクみたいな、そんな感じかな。でもこれがあれよ、マッスルファーム。こんなんドクドクしいやつ何使えんのこれ。うわ、な、何ですか味。ピーナッツバトル、ピーナッツバトル、ワンモアタイム、ピーナッツバトル、ワンモアデイ、ピーナッツバトル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 。ほら神谷、ここで遊んでいいよ。あー、いいの。おい、誰が猫や。私これ買うわ。ではホテルに着きました。あアメリカの基地の中で買ってきたものを紹介します。まずこれ、ババビビ METRRX。 なんすかそれ。プロテインなんだよ。しかも見て、 51g も入ってんの。やばくね、日本に 51g なんかないよ。で、ババプロテイン、これはアメリカで俺が飲んだやつのイチゴバージョンで、これポテトチップスに見せかけてこれプロテインなんだよ。しかも 20g 取れんの、 19g。 続いてこれババ、これも同じやつけど味が違うの、タコス味。次これクラブウォークアウト、出ました。これしかも日本に売ってないからね。でラスト2つ、これババプレワークアウト。このプレワークアウトは日本に売ってないから、どういう効果なのかとか、どういう味をしてんのかとか、多分みんなすごい気になってると思う。で早速なんだけど、今トレーニング終わったばっかりだからこれ飲むわ。しかもこれがキャラメルラテ味。なんだその味は。いくぜ。おうら、え、匂いはマジでうまい。キャラメルミルク。いい。アンビークさんもこの味作るかもね。いや、いい絵をやめて。いただきます。あ、うまい。いや、声でか。甘い。声でか。甘い。すごいまろやか。飲みやすい。飲みやすい。それで 50g も取れるんでしょ。これで 51g 取れるのか。物は飲み終わるもん。やっぱ進んでんなアメリカは。筋肉に対しての進み方がすごいですよねアメリカ。すごい。やっぱ基地の中っていうのもあるかもね、うん、じゃあこれいただきます。いただきましょう。あ、うめえ。ストロベリー俺好きなんだよね。うまそうだった。しかもうまい、濃厚、やばい。喉で飲める系強くね。くぅー、うわー、痛く、タコです、タコライス。なに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 、痛くます、タコス、タコス味。待って、うまい、ものすごくうまい。俺待って、これだったらマジで毎日食べたい。今の顔本物だったわ。やばいわ、やばい。今の顔はガチでうまい時の顔だった。うん、もう俺これ好きだ。ちょ、こっちも食べてみようか。プロテインチーズね。え、脂質の量も 5g しかない。え、チーズは全く匂いしない。いただきます、チーズ味。あー、うまい。うまい棒のチーズ味あるじゃん、を薄くした感じ。あー、なるほどね。俺こっちの方が好き。しかも今日 アテンドしてくれたあのお二方マジでいいやつ、本当に。今回ありがとうございました。ありがとうございました。本日もハルクくんチャンネルを視聴いただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。今後もみんなに勇気と、はい、笑顔を、はい、届けるために、はい、頑張っていきます。お願いします。そして僕の YouTube では他の YouTube で見れないようなコンテンツ配信を心がけています。おお。アメリカとか無人島とか。おお。やらないで。やらない。
また近々アメリカ行く予定だから、みんな楽しみにしててね。はい、バイバーイ。ありがとう、ありがとうございました。あー疲れた。部屋帰って休むか。え、ちょ待って、こわ、誰かいるわ。え、こっち来てね、これ嘘だろ。ちょっと待って、出てきた、出てきた。